じゃあ、ラムさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は、はい、まあ、長倉健太という人間に、焦点を当てて、はい、まあ、長倉さんがどういう男なのかっていうのを、はい、日本の皆様にですね、ご紹介したいと思ってます。で、まあ、ここにも並んでますけども、例えばお金が、会社にお金が残らない本当の理由であるとか、まあまあ、あとは、なぜ社長のメンツは行動なのか、これベストセラーで非常に有名な会計本ですよね。こういった本も長倉さんが手掛けられてきたり、あとは、石井博之さんのダイナマイトモチベーションプログラムですよね。まあ、自己啓発の教材、はい、とか、まあ、こういう書籍、教材、あとはまあセミナー運営、っていうところでコンテンツをマルチにプロデュースしておられた、まあ、編集者というところだと思うんですけども、はい、まあ、業界でもこう非常に得意な存在じゃないですか、はい、普通の編集者だったら、まあ、書籍だけですよね、基本的に本を作ってっていうところだと思うんですけども、まあ、その長倉さんがどういうことをやってこられたのかっていうのを、まあ、フォレスト出版時代からですよね、はい、簡単にお話しいただけると嬉しいですけども。そうですね、やっぱまず最初はやっぱりビジネス書の編集ってところで、うん、まあ、ただ単に本当本を作るっていうところからもちろん入っていったんですが、はい、まあ、ただ、まあ、いろんなそのビジネスモデルみたいな中で出版のビジネスモデルをいろいろ、まあ、業界に入って詳しく知るとですね、うん、どう考えても儲からない、なるほど、売れたって儲かんないっていうことに気づきまして、これはどうしようかなとずっと考えてたんですよね。本を作って売るだけじゃ儲からない、儲からない、もうどう考えても構造上、まあ、利益はもしかして出るかもしれないですけど、キャッシュフロー上厳しいであろうというのはもう明らかで、はい、その時に、まあ、僕の最初の10万本本というのはこの会社にお金が残らない本という理由で、これは2年目に作ったやつなんですね。入社して2年目に作って、人生初のベストセラーがこれ。そうですね、これが結果的にやっぱ年間ランキングで3位とかいったんで。なるほど。で、まあ、この著者の岡本史郎さんと、まあ、知る人ぞ知る人 で、うん、で彼がやっぱ本を売る時にいろんなそのマーケティングとか駆使して、うん、まあ、それがなくても多分売れたとは思うんですけど、まあ、そういう姿を見てですね、はい、これはちょっと著者に依存する形じゃなくて、自分たちでその本を売るような形をまず作ろうっていうところで、まあ、インターネットマーケティングに、取り組み始めたと。まあ、その自分たちで本を売るための知識であるとか、はい、実践経験っていうところのナレッジ部分ですよね。そうですね。蓄積していって、まあ、本が売れる版元になっていこうってことを目指していったわけですか。そうですね。で、その一方でやっぱりじゃあどこをキャッシュポイントにするんだと、本が売れないときに、うん、その時やっぱ最初はやっぱりセミナーとかっていうのをまず考えてましたし、あとやっぱり、まあ、フォレスト出版っていうのはご存知の方がいるかもしれないですけども、その神田正則先生がやっぱりベストセラーを作った出版社っていうところでですね、神田先生がやってたその、テープ販売とか、そういうのをやっぱ真似し始めたっていうのがまず最初です。まあ、あなたの会社が90日で儲かるんですよね。そうですね。あれをやられて編集したのが長倉さんの師匠になったりとか。師匠になったり、そうですね。当時の編集長で。そうですね、はい。で、長倉さんはあの本が出たぐらいにご入社されたっていうことですか？いや、出たのはね、もっと後ですね。僕が入社したのは本当に、もうあの一連の、まあ、三部作的な口コミ伝染病ともあるんですけど、うん、それも出終わって、フォトリーディングの本が出た時ぐらいに入社したの。まあ、伝説の初期三部作。そうですね。やっぱ社内的にもそういうファンダメンタルの部分を作った。そうですね、まあ、その当時やっぱそれぐらいしか売れてる本なかったので、はい、そうですね、それまでとは方向性が変わったわけですよね、ビフォア神田正則で、はい、アフター神田正則で、じゃあ、まあ、神田先生が取り組んでいたその、まあ、当時の情報企業のスキームっていうのを拝借してというか、まあ、インスピレーションを受けて、そうですね、会社の中でも取り組んでいこうってことだったんです。そうですね、やっぱその当時やっぱり会社自体そんな有名じゃなかったんで、うん、まあ、著者を口説くこともできないんで、はい、例えば、まあ、当時考えてたのはやっぱりうちはまあ、メルマガのリストありますよとか、うん、そういう部分で売る力があるとか、うん、そういうのをこう示すことができれば、うん、他の出版社にやっぱ差別化を図れるなと思ったんですよ、ね、まあ、当時を知らない方ってイメージできないと思うんですよ。フォレスト出版ってやっぱ神田さんっていうイメージすごく強いと思うし、はい、こういうコンサルタント系、事業系の方、著者さんすごく輩出している出版社なので、ものすごくそこら辺こう反則力がある、企画力があるってイメージがあるんですけど、はい、その体制ができるまでのフォレスト出版って全然違ったわけですよね。そうですね、本当にいろんなもの写真集から何か出したみたいなんで、まあ、よくある連載出版社みたいな、ね、小さな総合出版社って言われてます。それがその神田スキームじゃないですけども、ね、いわゆるダイレクトマーケティングのスキームっていうのを取り組み始めたわけですよね、はいはい、で、中倉さんはその時28位で入社されたんですよね。それ以前は、まあ、もう本当に
まあ、適当に働いてましたね、いろんなところで、はい、なるほど、まあ、転職されて全然こう違う畑から入ってこられたわけじゃないですか、はいはいはい、最初に出版社に入ったのってどういうきっかけだったんですか。いや本当に求人広告見て応募したら受かっちゃったやってみようみたいな。そうそう、受かっちゃったからみたいな。じゃあ当時は刺したる思いもなく思いはないですよね。ない、はい、面白そうだからやってみるわけです。そうですね、うん、で、まあ、やっぱりそのこの本が売れた時にやっぱランキングとかどんどん入っていくじゃないですか、はい、で本当初めて10万部を超えた時は本当にね、トイレで泣きましたし。泣きました、泣きましたね、やっぱ初めて。やったって。そうですね、で、やっぱり、うん、やっぱそれ以上にやっぱりまあビジネスと関係ない分でいうとやっぱ僕自身やっぱりフラフラして生きてた人間なんで、うん、初めてなんか認められたかなと世の中に、うん、そういう感触があったんですよね、うん、その時にこの仕事が好きになったし、うん、ちょっとこれで勝負かけれるなというふうに思ったんで、そこからは本当にもう気合い入れて、やっぱりそのマーケティングから企画から著者探しからっていうのはもう徹底的に勝てるものっていうのを探しまくりましたよね。じゃあ、まあ、ある意味でこの本は本当に中倉さんの中で大きな転機だよ。そうですね、最初の転機でしたね。本当に自分自身がもうやっぱりこう出版業界って皆さんそうかもしれないですけど、やっぱどうしたら売れるかどうかって全然わかんないんですよ、編集で入ったところで。その本の作り方を教えてくれますけど、売り方なんか誰も教えてくれないんで、はい、本当に、まあ、何人かの編集者とも話したことあるんですけど、やっぱ初めて入った時頭おかしくなるかと思ったとかっていう人がいるんですけど、どうしたら売れるかいいかわかんないから。どうやったら売れる本になるのかもわかんないし、作った本どうやって売ればいいのかわかんない。そうですね、だからその中でやっぱりこれをやった時にやっぱりなんかヒントっていうのは出たなと思います、うん、なんか光が見えたっていうかね。あ、じゃあ、まあ、これ出すまでっていうのは長倉さんも本当に暗中模索的な感じで本作ってた。そうですね、ひたすら本を作ってたと、うんうん、まあ、じゃあ岡本先生との出会いって結構大きかったわけですね。最初はそうですね、やっぱ最初のターニングポイントが多かったです、ね。まあ、人生の引き金引いてもらったじゃないけど、そうですね、その編集なんたるやってところがこう掴めたっていうか見えたような箇所とか。そうですね、売るってことにやっぱりこだわればなんか突破口を開けるんじゃないかっていうのと、あとやっぱり岡本先生もこれ最初の本なんで、やっぱり著者は別に新人でもいけるっていう、はい、新人の方がいけると思います。岡本先生にとってもこれは著書作ですか、はい。まあ、当時神田先生のパートナーコンサルタントをやられてたわけですよね、はい、多分、はい、でこれが1作目だったわけです。そうですね。あ、じゃあ1作目から10万って結構17万とかそんなやったの。おお、年間ランキング3位なんでね、当時の、はい、あ、すごいですね。当時2003年ってビジネス書的なマーケットってどんな感じだったんですか。やっぱり神田先生が出て、うん、まあ、次の世代みたいなのが結構出てきた感じだったんですよね。新手のコンサルタント軍団ですね。独立系というか独立系の本当に、うん、メルマガとか駆使してっていうのが出てき始めたから。 そっか。でそれまであれですもん、時代的にもコンサルタントっていうと、うん、大手ですよね。そうですね、マッキンゼーとかボストンコンサルティングとか、いわゆる名もなき看板なくコンサルタント軍団っていうのがこう世の中でやっていけるっていうのを証明し始めたのがそのぐらいですよね。そうですね。まあ、岡本さんも新潟ですけど、やっぱね、別に東京じゃなくても、はい、行けるみたいな。なるほどね、そうか、今でも新潟県でやられてますもんね。そうです、まあ、東京にも事務所ありますけど、新潟でも、はい、ある意味、その、セルフメディアみたいなのを持って、そうです、そうです。いわゆる会員制コンサルティングビジネスモデルみたいなものが立ち上がっていった時期、ね、そうですね、本当に。そっか、じゃあ、まあ、そこから、ほどなくして編集長になられるんですよね。はい、うん、まあ、その、一般的に考えてですね、はい、入社して数年で編集長ってなかなかないじゃないですか。特に業界未経験だったわけですよ、ね。はいはい、そこら辺って どういったところが認められて、まあやっぱり実績はやっぱり出してた、まあ、社内でやっぱり図抜けてたと思うんで、うん、10倍ぐらいの数字だったと思うんで、他の人より。ああ、その本作った本に関して、本の数字に関してっていうのもあったし、うん、まあ、編集長ってのはまあ上にもう一個編集局長みたいなのがいた上での2つに分かれた編集長だったんで、現場リーダーみたいな。そうですね、だから別にそんなに編集長だからとかのこのってな、ただやっぱり先ほど申し上げたその神田先生がやった僕の師匠にあたる、中西っていう人物はやっぱりその僕にやっぱ好きなようにやらせてくれたんで、それはやっぱ大きかったですね。じゃあそのタイトル周りからこういう本全体のコンセプトみたいなところまで長倉の好きになっていいよみたいな。そうですね、やっぱそれをやっぱフォローしてくれたんで、社内的にも。そこを結構ガチッとこう決めつけて型作っちゃう上の方も多いじゃないですか、はいはい、そういうのはダメだとか、そうですね、そういうのはやらせないとか、はい、そういうのはじゃあ一切なく、一切なく好きになりました。中村の力を信じるから好きになってみた、はい、やっぱそれが大きかったと思います。じゃあまあその、まあ、ある程度その
本作りにおいてイニシアチブをこう社内的にも握るわけじゃないですか、はい、そこから長倉さんが考えたことってどんなことがありました？方向性というかビジネスモデルも多分そこからいろいろ作られてますね。やっぱり当時やっぱ中小企業向けみたいなところでやらざるを得なかったんですけど、やっぱでも売り上げはね、まあ中小企業のこういう本当に実務的でためになるエンターテインメントビジネスショーみたいなのが売りだったと思うんですけど、当時はそこからやっぱ売上目標を考えたときに、はい、中小企業向けだけだと本当に5億とか、うん、まあ、行って10億って感じ。そのマーケットがやっぱり小さいから、そうですね、やっぱ奇跡に近いんで、やっぱこういうのをこの辺とか10万とか神田先生の方が20万とかって奇跡に近いんで、うんうん、はい、まあ、そうじゃないでしょうと。でそう考えたらやっぱ自己啓発系でいくしかないなと、うん、そのビッグヒットを狙うにはっていうところで、うん、やっぱ自己啓発の方に寄っていったっていう感じですね。要はまあ核なる、要はちっちゃいマーケットをほとんど総なめにしての本ですよね。そうですね、これって限界まで。そうですね、その論法を自己啓発書のマーケットに持ち込んだわけですよね。そうですね、その時にやっぱりこの、まあ、岡本先生もそうだし神田先生もそうなんですけど、ある程度ダイレクトレスポンスマーケティング的な、うん、あの要素が入ってたわけじゃないですか、うん、そのダイレクトレスポンスマーケティングの要素をビジネス書ひいては自己啓発書に一気に持っていって、うん、もうそれを本当徹底したのが多分僕だったと思うんですよね。そうですよね、まあ、言うならばダイレクトマーケティングってこう局所性に強いじゃないですか、はい、ターゲット絞り込めとかってやっていくわけで、そうそうそう、局所で勝っていった本のロジックをもっと広い世界の中で使い始めたと。そうですね、で広い世界なんだけども、インターネット駆使すれば別に1対10万だとしてもメルマガが、はい、でもメルマガもらってる人にとっては1対1っていう可能性、見せ方ができるので、うんうん、書籍の中にいわゆるダイレクトマーケティング的なワントゥワンの関係性をバーチャルに作っていったわけですよね。当時からもうフォレスト出版のメールマガジンとか、ああいったツールっていうのは運用されていたんですか？そうですね、メールマガの会員を増やそう、まあ、当時、まあ、でもメールマガの会員を増やせっていうのは部下に持ってましたし、はい、それが最終的にやっぱ著者を呼んでくるメリットになると、著者にとっても一応メールマガ持ってますよ。そうですよね、で、他社やってなかったんで、はい、版元として自分たちも売る媒体持ってますからっていうご商品ですよ、はい。今フォレスト出版頼みに行ったらみんな、いやぜひとかって言うと思うんですけど、はいはい、当時ってやっぱりその、まあ、今に比べればまだ無名だったわけですよね、はい、著作時に行って知らないとかって言われて断られることって結構あって、いやもう全然ありましたね、断ってくれないとか、まあ、今でもありましたけどね、つい最近で全然知らないから嫌だとか、そう、そんな出版社知らないからっていうのは全然ありましたね、うん、まあその言ってしまえば当時まだ駆け出しっていうのも駆け出しじゃないと思いますけど、零細ベンチャーなわけじゃないですか、出版社としては。本屋にすら置かれないっていうのがありましたからね。あ、やっぱり知らない、最初から棚差しみたいな、まあ売れねえだろうなっていう。そうですね、いやそれは本当ありました、ね、やっぱりそういうのって書店員さんの中で、まあ例えば名前出してあるかもしれないですけど、ダイヤモンド社とか有名じゃないですか、まあ、有名な版元から出した本はとりあえず平積みしとこうとかっていうのもあるんですか？やっぱりあとは政治関係もある。やっぱりその置いとかなきゃまずいとか、例えばこう、まあ、老舗の大手書店だとこの辺は老舗の大手でしょみたいな、売れてないのにそれが置いてあるみたいな、まあお付き合いもありますもんね。そうですね、そっか、じゃあそういう部分で交渉力はこう弱かったわけじゃないですか。そうですね、そういった部分のハンディキャップっていうのを自分たちの媒体作っていくことで跳ねのけていったそうですね。そうですね、完全にゲリラでしたからね、そっか。うん、で多分その中倉さんが編集長になられてこういった本出された頃ぐらいなんですよね、僕が起業したのって、はい、だからすごい当時やっぱりフォレスト出版の本にお世話になりながら知識を育てていた部分だって、はい、まさに僕みたいな人にはうってつけの出版社だったんですよ。読みやすくて分かりやすくて面白くて、でかつちゃんと経営実務の話が書いてあるっていうところで、すごいビジネスエンターテインメントってコンセプトを掲げられてると思いますけど、はい、まさにその通りだなっていうところがあって、で、まあ、ほどなくしてあるところからこういう教材が結構増えたなというふうに感じたんですけど、はい、こういうのに、まあ、本格的に着手するというか、はい、どのぐらいのタイミングだったんですか？まあ、でも2005年ぐらい、4年ぐらいから徐々にやり始めたんですよね、うん、そうですよね、価格帯は安いので始めてたんですけど、うん、やっぱりその世の中の、まあ、インターネットマーケティングというか情報企業ブームみたいなところが出てきたと思うんですね、うん、はい、その時に僕が思ったのはこれは絶対自分たちの勝てるという思いましたね。コンテンツ力、あとは信頼性、出版社であるとかの、うん、そうですよね、
特に2004年5年当時ってまだ僕らみたいな一般個人の人はダサい PDF とか変ななんかこうプリンターで刷ったようなのをバインディングして売ってたような時代じゃないですか。いや本当に PDF って3万円とかで1万とか売っちゃう人がいる。そうですね、まあ、1万までいかないか。でも1000個売っても3万円3000万じゃないですか。なりますよ。そんなのが結構ゴロゴロいたんで。ゴロゴロいましたよね。なんじゃこれやとは思いました。まさに僕その早々期発言なんですけどそうだからやっぱり当時から僕は知っていて、例えば平賀雅彦さんとかね、ウェブマーケティングの教材とかやられてたと思いますけど、そういうの見ててやっぱりちゃんとした会社がこういうのを作ると俺たちのとは違うなっていう見てくれもそうですし、やっぱりパッケ中身もそうですよね。しっかりこう編集が入ってるなっていうのを感じてて、レベルが違うって思ったんです。やっぱその教材においてはどんな感じのことを狙いっていうか、マーケットとか作りとかっていうのは考えてこられたんですか？はい、そうですね、やっぱり僕が、まあ、今思えばやっぱりそのやっぱ売るものが決まってて、うん、ある程度本の企画、それは本だけじゃ完結しないとかじゃなくて、うん、やっぱりその動線がちゃんとしてないとやっぱり本も売れないし、バックエンドっていうかその、うん、教材も売れないなっていうのはあったんですね。その結局そこが全くつながんないとやっぱ全然売れないんですよね、うん、やっぱあとはまあ著者に全体見たときにやっぱ教材で出すべきコンテンツと本で出すべきコンテンツ違うんで、なるほど、まあ、それのバランスっていうのはやっぱり気をつけてありました。まあ、要はこういうもので伝えた方が伝わりやすい内容と、本だからこその内容ってやっぱあるわけですよね。そうですね、必ずしもセミナーで話しているような内容が本にして受けるってわけでもないんですわけじゃないんで、はい、なるほどね。その塩梅っていうのを微妙にコントロールしていかないといけない。そうですね、やっぱそれをやっぱ全体を見れるかどうかっていうのは僕は勝負どこかなと思ってて、多分思った以上に本からダイレクトほぼワンステップで買われてると思うんですよ、教材なりなんなりが。まあ、要は本読んですぐ買ってると思う。検索したりこの中に入ってる。そうですね、フォワーで、はい、そこからほぼ一発で、ほとんどステップメールは、まあ、ステップメールっていうのをね駆使する場合ありますけど、ね、はい、やっぱりそこまでステップメールうち使い切れてなかったんで。あ、じゃあステップメールほとんど使わないでこれ見てこうやっていってこれ買うっていう流れ。ステップメール使ってたけどやっぱ本当に一発目でほとんど仕留めてたっていうか、そのマーケティング的に。なるほどね。じゃあまあある意味本の中でステップメールが本来行うようなこう教育のプロセスっていうのをまあ代用してたわけですよね。そうですね、まあ、これが教育ツールだ。そうなるかなと。そうですね、まあ、教育ツールと思っては作ってないですけど、やっぱりそうなるんかなっていう、うん、まあ、必然的に読んだらね、その著者さんに対するこう信頼感とか、はい、好奇心とか興味も湧きますからね、はい、もっと知りたいって言って、じゃあこれあるよって言ったら、まあ、一定数の人は欲しくなりますよね。で、やっぱ本じゃない良さっていうのはすごいあるので、その、うん、まあ、この教材、ダイナマイトモチベーションに関して言うと本当に今でも多くの人にあれで救われましたっていうのは僕も聞きますからね。そうですよね、だってこの間あの僕のクライアントの飲み会行ったらね、妻の誕生日にこれをプレゼントしました、で、あれで救われましたみたいな ね、 そうですね。本当にあれも別に何こう本当に偶然じゃないですか。 そうですね、その場に居合わせた人みたいな感じなんで、うん、この前会った方もやっぱりその、まあ、資金繰りが大変でその時にこれ聞いてで社員にも聞かせて、はい、で乗り切ったっていう人もいました。ああ、なるほどね。心が救われたっていう。そうですね。ちなみにこれとかってもう針箱に入ってるじゃないですか、はいはい、普通の、ね、インフォプレーナーというかこういう情報販売をしている方って、はいはい、これだけで取ってくると思うんですよ。で、フォレストの教材見てると、こういう箱に入ったものが多いんですけど、これにしてる理由とかっていうのはあるんですか？なんかやっぱ当時やっぱり、その教材のパッケージングってところでやっぱレベル高いと思うんですよ。はい。そこら辺のなんかこう考えてたことってあります？やっぱ出版社だったんで、うん、それはやっぱりあのさっき申し上げたように、やっぱこう普通の個人でやってる人よりは違うんだっていうのを見せたかったんですよ、うん。やっぱそこはしっかり作ろうと。グレード感。そうですね。うん、あとはもう当時はやっぱりその、まあ、オンラインとかではまだきつかったんで、うん、やっぱりこうがっつりパッケージで来ることで、あの値段を、うん、まあ、値段価格的にもまあそのバリューを出してバリューを出したいなっていうのがありました。まあ物感を出したいわけですよ ね、 すね、質感っていうか。でやっぱアメリカのそういうのを見ててやっぱそれはしっかりやってたんで。ああ、そうアメリカとかねこういう箱に入ってるの多いですからね。そうですね、結構かっちり作ってくれて、はい、うん、と本当にこう大判のプラスチックパッケージみたいなのが入ってたりとか。そうですね、そこはやっぱり参考にはしてたんで。なるほど。じゃあまあやっぱりねこれ1本だとね本当にいわゆる映画の DVD とかじゃないですか。そうですね、やっぱ1万円取るってきついですよね、心理的にも。そうですね、1万円なのってなるんで、ね、やっぱ価値がどれだけあるんだっていうのは本当に中身に価値あると思うんで、先ほど申し上げたように。ただそれをに見合うだけのやっぱりファク
ッケージングっていうのも重要かな。そうですよね。あとやっぱお客さんも言ってしまえば普通の本の読者じゃないですか、もともと心理的に PDF とか家のプリンターで吸ったのがビビりますよね、多分。そうですね。そっかそっか。まあそれでよくキャズム理論とかって言ってこう溝があるって言われますけど、はいはいはい、溝を越えたのってやっぱこのパッケージの力結構でかいんじゃないかなと思ってるんですよ、はいはい、心理的な抵抗値をこう飛び越えるのにこれじゃなかったら多分フォレスト出版の情報商材ってそこまで伸びなかったんじゃないのかなと思って、あ、まあ、そこまではやっぱ正直考えたらいいなって、ね、うん、ただやっぱ会社なんで出版社なんでちゃんとちゃんとしなきゃっていうことですよね。そうじゃ結果論的に見ると多分そういうことってあったんじゃないかなと思うんですよ。やっぱその中倉さんって情報企業の本2003年ぐらい作られてるじゃないですか、はいはい、まあ、セールス的にはちょっと当時のまだ認知度的にも微妙に伸びなかったっていうことをさっきおっしゃってましたけど、はい、あのそれが多分溝だと思うんですよね、はいはい、あのキャズムの溝みたいなもので、はい、そこを乗り越えて2004年5年ぐらいから徐々に書籍の世界からでもこっちに来る人が増えてきたのかなと思います。そうですね。まあだからそういう意味では本当に日本のいわゆる当時向こうでいうところのインフォプレーナーですよね。そうですね。はい、では情報企業っていう言葉を日本に持ち込んできた、はい、まあ、一人の立役者なんじゃないかなと思うんですね。まあ、ちょうどいいタイミングに来たかなと思うんですよ。もちろん何人かそのそうです、ね、もちろん個人でやってるのはマーケターさんとかいたけど、まあ、フォレスト出版ってその神田さんの系譜も組みつつ、はい、米国で流行ってたダイレクトマーケティング、はい、あるいはこの情報パッケージっていうのを、はい、広い意味でこうコンテンツそうです、ね、まるっと扱える出版社、まあ、今でも多分ほとんど唯一無二と言っていいような、まあ、そうだと思います。著者ですよね、うん、そっか、で、約ちょうど今年で10年目だったんですね。10年間が終わりました、ね、うん、10年間も終わって、はい、編集者始めてから10年の間に累計1000万部、はい、で教材も毎月年商10億ぐらいやってきたということなんですけど、はい、まあ、言ってしまえば業界でも本当にトップレベルの実績じゃないですか。まあ、そうですね、おかげさまで、はい、ね、人生で1回10万部、20万部超えたらいいじゃんっていう編集者結構多いと思うんですけど、はい、まあ、そんな中で累計1000万部って、まあ、これ聞いてる方イメージが湧かないと思うんですけど、本当にツンクとかね、秋元康、小室哲哉レベルなんじゃないのかなと思うんです、はい、まあ、言ってしまうとその栄光を掴んだ編集者としてのね、栄光を掴んだところから辞めたわけですよね、はい、退職をしてしまった、はい、まあいろいろ言い口もあると思うんですけども、一回いいやと、このキャリアを閉じちゃおうって思えたって何なんですか、はいはい、言ってしまえば、うん、普通の人たちはしがみつくと思うんですよ、はい、とか、まあそのぐらい売ってれば他社さんからのお声掛けとかもあったと思いますし、はい、ヘッドハッティングみたいなのもあったと思うんですけども、潔く捨てれたのって何かあったんですか。やっぱそうですね、もう業界がやっぱ自分が10年間やってきたことっていうのが、ちょっと違うステージに行かなきゃいけないなっていう状況だったんですね、ビジネスモデルとして。おそらくまあそれはまあネットマーケティングとか出版に関わってる人だとなんとなく感じてると思うんですけど、これ明らかに、まあ、もちろん電子書籍とかが出てくるだろうなっていうのも含めて、うん、明らかにこれ次のステージに業界丸ごと行くかなと、うん、その時にやっぱ僕自身、うん、まあぶっちゃけた話で言うとこれチャンス到来だな。なるほどね。自分で今までやってきたこと、そのコンテンツをマスに対するコンテンツ作り、うん、あとはその、まあ、ダイレクトマーケティング的なインターネットマーケティングが、うん、この後結構その両方を駆使すれば、うん、勝てるなと。なるほど。やっぱ著者が直接読者に売れる時代になってくるなと、うん、その時にやっぱ著者はじゃあ誰と組むのかっていった時にやっぱり、まあ、コンテンツをちゃんと作ってくれる編集者であり、うん、あとはそのちゃんとマーケティングしてくれる人だろうな、うん、で、その2つ持ってるのって俺しかいなくねこの世で俺しかいなくね誇張してるわけじゃない事実として俺しかいないだろう、いなくないって、まあ、本当に、うん、まあ、自分を鼓舞する意味でもそう思ったし、うん、これ俺しかいないでしょと、いや俺しかやれないじゃん、俺しかやったことあるやついないし、そのもちろん著者レベルでは自分のコンテンツ出して、うん、本出してコンテンツマーケティング的な、あ、本当に著者でダイレクトマーケティングで教材を売る人、うん、著者個人レベルではいるんだけど、ね、他人のものをプロデュースしてやって結構デカめにやったのって多分僕しかいない、うん、多分そうだと思います。でこれはどう考えてもチャンスでしょっていうのがあったんですね、うんうん、そのさっき出版業界で全然違う、まあ、ある意味ステージに行くっていうことでおっしゃってたと思うんですけど、はい、今までもこう潮流ってあるじゃないですか、はいはい、本のトレンドみたいな、はい、
の中で大前提がこう揺らぎ始めているのは予感って僕はしていて、はい、具体的にですよ、どういうふうにこの環境っていうのが変わっていくようなイメージを今持ってらっしゃいます？いや、やっぱりその音楽業界が、うん、結構まあレコ日本のレコード会社とか結構大変な状況にはなったと思ってるんですよ ね、 すね。やっぱそれ起きるんじゃないかな。だってつい先日リッピング禁止になりましたからね、はい、おいおいって感じじゃないですか。じゃあレンタル屋どうすんだみたいな話が今あると思うんですけど、もう本当にもう前提が崩れちゃう、うん、だって本当に iTunes とか出てきてからもうあらゆる前提が聴き方とかまで崩れちゃうじゃないですか。生活様式変わってるから CD 買うっていう文化もまあ消費としては減るわけですもんね。そうですね。やっぱその時にやっぱ出版社にいるってことでそれは本当足かせになっちゃうんだよね、動けない、うんうん、だったら、まあ、さっき申し上げたように、まあ、著者の人も含めて、まあ、強烈なコンテンツを作る自信もあるし、うん、そのコンテンツをどうマーケティングするかっていう自信もあるなら、うん、ちょっと飛び出さないとやっぱ自分自身がやりたいこととかやれなくなっていくなと、うん、で再三によるとチャンスは相当あるという状況だったんで、うん、要は他社がその可能性にも気づいてない部分があるわけですよね。あとやっぱりその、まあ、組織の恐ろしさなのかもしれないですけど、みんなやばいと思ってると出版社はなんとなく危機感はあるけど何もできない、ね、で著者たちは電子書籍とかも含めていろいろ来るけどどうすんのってやっぱ出版社に対してなんとなく思ってるんだけど、うん、やっぱり回答が来ないからじりじりしていると、うん、なるほどね。そっか、出版社っていうのは、はい、まあ、フォレスト出版もこういう取り組みしてたのは多分見てるから分かると思うんですよ ね、 すね。なんでやらないんですかね。やっぱね、まあ、分かりづらい表現かもしれないですけど、やっぱ言語が違うっていうか、うん、やっぱり持ってるチャンネルが違うんですね。そうですね、やっぱ言われるんですよね。フォレスト出版みたいにこうセミナーとかあるとキャッシュフロー的にいいよねとか、うん、でも僕らのやってることって何にも内緒なことなくて見てれば見てれば誰でもできる、うん、でもやらないっていうのはやっぱりそういう人種が違うというか、そういうのもあると思います。うん、言語が違うっていうのは分かりやすい表現かもしれないですよね、はい、やっぱり1500円のものを作って売るのと一応これ5万円ぐらいですよ ね、 そうですね、のセミナーをやったり教材を売るっていうところのなんか意識的な壁みたいなのがやっぱあるんじゃないですか、はい、そうですね。やっぱりその僕が、まあ、勝てたかっていうと、まあ、勝てたっていうならやっぱり、うん、やっぱお金の匂いっていうか、そこに敏感だったと思うんですよ、うん、普通の編集者は本当にお金のやり取りの場に立たないんでね、全く。あ、やっぱり本屋で売れて本屋から問屋に入ってそれが出版社に入ってくるので、じゃああんまり自分の実感として現金をこう手にもらった感覚ってわからないんですね。ないんですよね。やっぱ僕はやっぱそこが企画力も含めて勝てた理由かな。どこに金があるかなっていうのはやっぱり、まあ、下品な言い方ですけどマーケットがあるっていうのはイコール金があるってことだと思うんで。そうですよね。それをやっぱり僕とかはやっぱりあらゆるその本屋さんのデータを見た時に、あ、ここが空いてるとかここが勝負できるとか、まあね、編集やられる前にギャンブルの世界でやられてたこともあるから、やっぱりお金が行き交う場っていうのを本当につぶさに見てきたわけですよね、はい、お金で負けていく人もいれば勝っていく人もいて、そう、まあ平たい言い方で言うと金への嗅覚みたいなものがあったわけですよね。 そうですね、はいはい、それがやっぱ重要だと思うし、金の匂いがするっていう。そうですね、やっぱりそこにマーケットがあるはずだし、うん、まあ、あとはもっと別の話だったら運を持ってる人とかね、そういう話になっちゃうんですけど、まあ、ビジネス的に言うと本当に金がどこにあるのか、どこに落ちてるのかっていうのは見つけられるかどうかっていうのはやっぱりビジネスを大きくする上では重要かな。今運っていう話だったんですけど、はい、やっぱり著者にも運がいい人悪い人っているんですか？もうそれだけですよね、売れるかとか。あ、本当ですか？まあ、もちろんコンテンツがちゃんとしてるのは当たり前ですけど、それは以上に、それ以上にとかそれが前提でスタートラインで、その後は運ですよね、売れるかどうか。そうですよね。でもこれ聞いてる人からすると意外だと思うんですよ。すごくダイレクトマーケティングって科学的なアプローチの側面が強いと思うんですよ、はい、ある程度決まったこうメソッドロジーにのっとって方法論があるじゃないですか、はいはい、セオリーが。そこ踏んでいくとある程度まで制約率を上げられるっていうのが書いてあると思うんですけど、はい、そこで運っていう言葉が出てくるのってやっぱ面白いなと思うんですよ、はい、まあ、僕が顧問している出版社の社長はエネルギーが高いかどうかだっていうことを昔聞いて、はい、なるほどなと思ったんですけど、そうですね、その運っていうのも一つだと思うんですよね、はい。なんかそれって直感で感じるものなんですか？この人運ねえだろうなとか、まあ、直感なんですよね、やっぱりそこは何とも言えない、はい、そうです。直感なんでやっぱそこは教えられないし、じゃあそれがなきゃうまくやれないのっていうとそうじゃなくて、うん、やっぱ